山口県ステマこんにちは。こんにちは、山口県産田中みかんです。はい、ということで今から大分に旅行に行きたいと思います。マハラジャマハラジャ。今回は大分の別府に行きたいと思います。私ね、1年に1回毎年冬は大分に行こうって決めてます。まだ1回目なんですけど私ね、大の温泉好きですよね。中国地方の温泉好きといったら田中。今高速乗ってきたんですけれども、すっごい怖いです。こう見えて私高速運転するのだけは本当に苦手で、人間ってこんな速いスピードで動いていいもんじゃないと思っとるけど、もし事故ってみ終わる、これあんまり言ってないんですけれども、友達の車で結構な大事故やって、人の運転っていうのをちょっと身構えちゃうようになっちゃって、もう信頼するのは自分だけ。今度ね、事故の話はなんか機会があったらします。ということで、めっちゃ白飛び、天国ということで、別府大分一人旅、レッツゴー。10分ぐらいで本当は目的地着くんですけど、そう、お腹すいとってちょっとさ我慢できんくてさ、今ね別府湾っていうね、もう別府で降りるんですけど、本当はその1個手前のサービスエリアで降りてちょっと鶏天を食べようと思います。よし、あともう一走りして宿に行くぞ。はい、ということで早速入っていきたいと思います。終わった。オートロックか。要は鍵を持ってたじゃなくてオートロックでした。ちょっとフロントに行きます。引っかかった、まんまと。はい、大バカ者でした。はい、ということで、ここの宿がね、別府杉野ホテルってとこなんですけど、聞いたこともある人結構多いんじゃないか。電話が鳴ったね。もしもし、スペイン、スペイン人の彼氏ジェイソン。写真だけ送っとって、じゃあまたちょっと連絡するわ。彼氏ができた報告でした。こっちは一人で大分に来ているというのにね。今日は正直観光とかしなくてもこのホテルだけで楽しめるので、私も何回か来たことあるんですけど、こうね、みんなに改めて紹介したいなと思います。ということで、ルームツアーへレッツラゴー。玄関入りまして、こちら。はい、ということで、ここユニットバスですね。ここは普通にトイレがあって、湯船があって、テレビもある。で、はい、シャンプーと、プリテンダーですね。で、こっちへ行くと、ここのホテルは一人部屋がないので、一人でね、ダブルベッドを使います。追加料金8000円ぐらい取られます。行かせていただきます。と、あっちゃ、危ない。またカメラをやるとこやったわ。快適です。はい、ということでね、一通り部屋で騒いで楽しんだので、もうね、ご飯食べに、着替えるか。ちょっとー、可愛い女現れし冬。ちょっとびっくりした。はい、ということでね、ご飯を食べてこようと思うんですけども、ご飯がね、バイキング形式で食べていきたいと思います。だから可愛い。この画角、なんか可愛いが溢れてるね。
やだな、申し訳なくなる。まず夕食ではバイキングを食べて、その次に外をちょっと見回りたいなと思います。おまわりさんかなみたいな感じで行ったんですけど、外もね結構イルミネーションがバーってあったので、プロジェクションマッピングがあるみたいで、これもちょっと見に行きたいでしょ。アクアガーデンって言って水着で入る温泉みたいなのがあるんですけど、そこに行って噴水ショーみたいなやつがあって、それを見に行くでしょ。でその次に棚湯って、まあ温泉なんですけど、そっちに行って温泉入って、そっから家に。もうすごくない？私のなんかこう対応力というか、もうここ家と思っちゃうくらいね、リラックスできちゃう。お酒とかおつまみとかを買ってこっちに戻ってきて、晩酌をしてから寝たいと思います。あー幸せ。まだ何もしてないけどね、これから私の身に降りかかる幸せを想像して幸せになりました。コスパがいいね。はい、ということで早速ね、バイキング行ってきたいと思います。ちょっと待ってね。あ、この角度いいね。なんか女って感じで。気持ち悪い今の。今からバイキングに行きたいと思います。ここからは周りの音が大きかったので慣れさします。ここのバイキングは和洋中とかなり種類も豊富で、味もしっかり美味しかったです。本格的な旅館と比べたらまあそれあれですけど、でも一泊二食付きでこのクオリティのご飯は、でこの値段はねかなり安いかなって思います。ここの宿はね、まあ、一人部屋がないんで、一人旅やとちょっと割高になってしまうんやけど、友達とかカップル家族で来るにはめっちゃおすすめです。てかそのお客さんも一人で来てる人なんてほぼいなかった。友達かカップルか家族だけだった。で私的にはここの鳥天とフォアグラ丼がめちゃくちゃ美味しかったです。おすすめです。ぜひ来た人は食べてみてください。しっかりお腹いっぱいになってるんですけど、もう一回食べます。食い地が張ってるので。出てきました。はい、バイキングに行ったらね、いっぱい食べなきゃもったいないと思ってね、めちゃくちゃ食べてしまいます。はい、美味しくてね、今ニヤッとしました。そんなこんなで食べ進めていって、はい、ごちそうさまです。いや明らかに食べ過ぎた。お腹いっぱいなのに、またバイキングはさ、食べれば食べるほど得やんか。だってあれ、あそこにあるもの全部食べていいってことでしょ。そりゃ食い地張るやろ。あ、ちょっと待って、トイレ。はい、ちょっと休んで元気になったので、ということで今から水着と下着と GoPro を持ってプロジェクションマッピング行きたいと思います。これさ、一人やと撮れんのがちょっとあれよね。撮れた。まあこのぐらいは簡単やけどね。はい、どうも。恥ずかしくで一人で動画も撮れたもんじゃないわ。待って、星見えるんだけど、最高。神かよ。星も見えるよ、最高。12月、水着の上に半袖着て小学生かなっていうぐらいの元気さです。あ、待って、始まる。すごい、綺麗ですね。12月にさ、
水着と T シャツで外に出るもんじゃないね。めちゃくちゃ寒いじゃん、びっくりなんだけど。普通に多分お湯の中入ってたら全然そんなことないと思うんやけど、私の場合カメラをね持ってるので、カメラ置いてから入りたいと思います。な、最高かよ。あー、美味しい。なんかさ、一人旅中もさ、友達から連絡とか来て、今何してんのみたいな、あ、今一人で別府いるよみたいな言ったら、なんか、楽しそうやねって。私だって一緒に行く友達と彼氏がおったら一緒に行くよ。いや、この度は本当に友達さえもおらんかった。そう、私の友達の周りが、私の周りの友達がこの時期ハウステンボスにみんな行ってるのよね。確かにね、この時期のハウステンボスは綺麗。カップルでね行くのよ。みんな旅行ってさ、なんかワンシーズンに1回みたいなとかあんじゃない。誘っても絶対来てくれないやろうなと思ってさ。いや、でも楽しいよ、全然楽しいんだけどな。あ、こんなところに美味しそうなおつまみがあるね。さっきより美味しい。グッバイ君の。もしもし。はい、エンディング撮らないまま寝てしまったんですけれども、本日も動画見てくれてありがとうございました。この動画が良かったなとかね、温泉旅行行きたいなって思ってくれた人はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやってますので、そちらの方もフォローよろしくお願いいたします。後編の方もね、後日上がるのでぜひ楽しみにしてみてください。ということで、バイバーイ。